クヤトーン LG-60B。クヤトーンはかつて東京サウンド株式会社が製造した電気、電子楽器、音楽関係機器のブランドである。創業者の松木光雄は第二次世界大戦前の1934年、日本国内では初のエレクトリックギター製造に成功、とりわけ大戦後のハワイアンミュージックブームを支えた。 日本のエレクトリックギター製造のパイオニア的存在である。1960年代に始まるエレキブーム、あるいはグループサウンズにおいても、グヤトーンは重要な位置づけを持つ。エレキブームの火付け役と呼ばれたテレビ番組、勝ち抜きエレキ合戦では、模範演奏を行った井上宗隆とシャープファイブのギター奏者、ミネノブヒロがグヤトーンを使用。ミネが、 グヤトーンシャープ5モデルを設計したことでも知られる。エフェクターの開発を得意としており、数多くの種類のエフェクターを世に送り出した。1990年代以降には、主に世界最小、最軽量、マイクロエフェクツシリーズ他様々な種類のエフェクター開発に力を注いでおり、多くのミュージシャンから愛用されている。製造元の東京サウンド株式会社は、当初は、 グヤ電機楽器製作所、その後解消して1976年までは株式会社グヤであった。東京サウンドの資金繰りの悪化などによる倒産のため2013年1月31日をもって業務を終了と発表、1956年の設立から半世紀以上の歴史に幕を閉じた。倒産時の社長は松木光一。具ヤトーンの名前の由来は 創業者である、松木光雄の中学時代から呼ばれていた、具屋さんというあだ名に由来している。工作道具を常に大切にしていたことから、道具屋さんがやがて、具屋さんに転化、それを自社ブランド名にしたという、ありがとうございます。